もうええ天気やな。店中ほど真っ暗やからね、真っ暗で寒くて、あらっとか8度やったかな、7度やったか、そんなんで店なんか。市営の駐車場でございます。どうしようかね、こっちか行こう。やっぱり踏切を渡っても行けるんやけどね、 JR で横行きましょうか。 JR 高田駅を、さて今からどこ行くかと言いますとね、やっぱり向こうの方が早かったんかな。あんまりかな、あそこ行くんですよ、あそこに。はいはい、そうです、天神、天神社。いや初めてか分からんけど、なんか山形高田ではねかなり有名な神社らしいんだけどね。ここから降りて、いやここから降りない、こっちから降りてもいいね、反対やった、こっちから降りたいね。これ JR 高田駅です。これは JR 高田駅の、これ東川ね、東川タクシー乗りも長いよね。 JR 今そこ行きやろ、和歌山行くかね、分からんね、どこ行くか。はい、天神社初めて来ましたけどね、ここにあるのは、あるのは分かったけど、名前も知らない、びっくりしたね。今日は去年のね12月にちょっとお客さんが聞いたんだけど、天神社天神社って言わはるけど意味わからんかったでしょ。あら大きな神社さんやんか。あらあら、ええわ、今ね御蔵へ800年天神宮、天神宮っていうのこれ。おいおい、どういうこっちゃ。それは失礼しました。これは全くのね高田に降りながら、また下なんだね。天神社、天神社、ってほら、こんな車入ってくるんだ。天神宮、あ、天神社やっぱだったよね。結婚式場もあったんだね。はい、ちょっと失礼しました。村は歩いたことあるんだね、初めて入りました。天神社、エビスタもやってんの。車もよく入ってますよ、これ。ほら、かなり広くございますわ。あの村は歩いたことあるんだけどね。大きな大木も、よくありますわ、これ。お店さんも混ぜてあるの。天神宮になってますよね。この裏でどこ歩いてんだよ。それあそこ歩いてんだよな、あの鳥居が見えるからね、あそこ歩いてんだよ。あここ出れるのかな。あ、行けんだよ。裏は歩いたことあるけどね。これはちょっとね。天神宮さん、失礼しました。あれを見てたね。あのね、鳥居を見てるからね。あの、ここが中見えないから、ちっちゃいやつかな、思って。いや、恐れ入りました。この裏に、これ、あんね、本宮が。ちょっと時間がないね。ほら盛り上げたんだしたの、これ古墳がありますね、古墳が。こ
と本部になってね、正一、左大明神、神様だらけ、神様だらけでございますよ、こちらね。今度は神明社、神明社でございます。これ天満宮やって、天満宮でございます。並んでるもんね。もう無理やな、まっとかたいんな、これこの重さでございます。隣の人の大さにさ、すぐへんねんもんな。JR 高田駅でございます。